さあやっていきましょう。もしルーキーの清宮がハムで4番でスタメン固定だったらみたいな、そんなそんな名前だったよな。どうもアザラシです。やっていきますよ、パート4。まあ2月に入ったんでいいでしょう。キャンプ開幕ということでね、スタートしていきます。そろそろこのパート4で初めて清宮の打席をねご覧にいただけるんじゃないかなと、そんなことを考えております。ご覧にいただけるとか、そんななんか仰々しく言ってるけど、ただ見たいだけっていうかね。さあドラフトな、とりあえず投手、関東から投手を見つけてくるスカウトらしいから、関東からなんか特に思い通りの投球、疲れ知らず、そしてとにかく重い球と。あまりこれ両立しないな、重い球と思い通りの投球は。もしかしたらこの清宮シリーズね、1年で終わらんかもしれんということも考えてる。いや、ない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 と思うけどね。だからその時のために、まあ一応ね、新人選手のね獲得の方も、このスカウト大丈夫か。オーストラリアがいいんだよな。オーストラリアか、即戦力、安くていい即戦力選手はオーストラリアにいるからね。速攻まずトレードかな。トレード。いきなり乾燥が、部屋の乾燥が進んでいる。まあ、試合を見るんですけど、まあまずはやるべきことはやっていこう。稲葉か新庄が欲しい。稲葉か新庄が欲しい。やっぱ外野はね、多少無理してでも新庄が欲しい。人気家7800万円。たとえ戦力にならなんだとしても新庄は欲しい。なんなら坪井も欲しいよね。なんなら坪井も。この野手2人を、おバンド3000万。いやー。井出を放出、野口も放出。でどう?ああ、きついな。岩本出してもいいよ。新庄坪井じゃ岩本すらも釣り合わんか。奈良原出していいよ、奈良原。ダメだ、釣り合う選手があんまおらん。小笠原出しちゃもう元も子もねえんだよな。金村、阪神に金村出すか。ちょっと今怪しいあれだな、怪しい、もう一人ぐらい出して阪神に野口出すか。どうすかな、考えろよマジで。金子が田中健介ショート、金子セカンドはこれどうしようもない。三塁が小笠原やったとしたら、キャッチャーがサード誰か、サード一人、サード一人はどうだ。やっぱ野口いないの厳しいな。小笠原をサードにしたとして、井出いらないか出そうか。よし、これでいこう。いらないんじゃないよ、こんだけ外野取るからいらないという意味でね。外野のスペシャリスト出すから西浦を出しておくか。打力で言えば西浦なんだけど、守備考えたら、守備考えたら上だ。いいトレード。守備いらないから、もう新庄と坪井がいれば守備はそこまで考えなくていいから、打力だけで考えて、おバンドは残す、西浦も打力で残すという感じかな。これで金村という本当に超エースを出して、
超エースを出して、こうなるわな。新庄と坪井を獲得します。両方ともハムにゆかりのある選手。このトレード成功したらなかなかのやり手でしょう。ただチームが強くなるかはちょっと怪しいな。怪しいね。でちょっとスタッフの交代、オーストラリアからいい選手を取りたいから、オーストラリアに強い海外スカウト雑魚すぎるでしょ。ドミニカ、プエルトリコ、プエルトリコ、韓国、アメリカ、米国、ドミニカ、プエルトリコ。ねえ、ちょっともうちょっといい、もうちょっといい。矢沢、金村いいんじゃないか。飛ばし屋を作る、抜群のタフネスになる。1億8000万。土井正宏、すげえバッティングいいんじゃなかったかな。ちょっと待ってくださいよ。土井正宏は確か相当いいんじゃなかったかな。土井。辻、土井。あ、徳島である。A。いやー、土井は長打がダメだな。あ、違う。いいよ、AAS だわ。長打 S だ。土井正造を見てた。守備はそんなでもないけど、バッティングに関しては抜群だな。土井か金村あたりをつけて、気を。金村、あんまりハムとは関係ないもんな。うん、バッティングで考えたら土井が一番いいな。土井がいいな、この中だな。矢沢健一もいいけどな。矢沢、この人はでもどちらかというと長打というよりも高打力じゃないか。矢沢、屋敷、八木、山本、あれ矢沢がいない。矢沢がもしかしたら谷になってるかもしれない。谷でこの、あ、谷で入ってた。あ、矢沢よりも近藤正彦、和彦か。近藤和彦はまだないでしょうな。天秤打法は、天秤打法で有名だね、近藤。まあいや、打力すごいこいつ。今トップをすげ替えたところで選手が戸惑うだけだと思うけど、本当に交代します。ピッチャーはもうどうでもいい。このチームにおいてピッチャーはもうどうでもいい。ただ打力のみ。あ、そうだ、背番号。清宮の背番号って何番でしたっけ。清宮10番。ちょっと待ってよ、 Google でググります。もたもたしてんな。清宮背番号21番。清宮背番号21番ですね。21番に変更です。清水明夫、すまん、あっさり変更したい。よし、行くぞ。もう背番号までいじれるものね。もう至れり尽くせりっつなごにちゃ、このあれですね、焼きつくですね。至れり尽くせり。ここは時短していこう。大丈夫か？ちゃんとオープン戦の様子を一つ。もう9分経ってる。初っ端いきなり30分動画になる可能性があるな、これ。何に時間食った？あ、トレードだ。トレードで。誰をトレードに出すみたいなね。それで時間食っちゃったんだ。まあでも、ねえ、それはやらせてくれよっていう気もするけどね。2000万。施設、スタジアム。まあこの最初の、初手大事。初手が大事。焼きつくわ。増築？ 4 億円か。できんくはないけどな。ちょっと決算考えたら4億。いやー、ちょっとどうだろうな。いけんくはないよな。お金貯まってきたらやろう。で、練習設備ね。これ大事。この野球つくにおいては練習設備大事。パワー。パワーこそ力。
8億は出せんな。8億は出せん。体力と、これはもうしょうがない。この焼きつくにおいては清宮を育てるというのが第一の至上命題と思ってやっていくから、練習設備、あと売店だな。売店まだいらんか。売店まだいらんわ。さあ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 さっとね、さあさあさっとね。よし、やることやった。あとグラウンドでちょっとあの練習をね、練習方針を、練習を固めていこう。これもやるんか。したらほんまにあれだな、試合の様子があまりしっかり見せられんかもしれない。引かない引かない、分かってるから大丈夫。まあ、とりあえず変化球の練習でいいんじゃないか。ダメか。春先だしね。体力とりあえずとことんいっとこうか。でちょっと衰えが見えてる選手を。29で衰えが、ちょっと若くないのはこの今関ってやつだけだな。本当に今関なんかな。休ませといて、こいつはあのオープン戦を投げさせていきましょう。でまあ野口はね、野口はもうしょうがない、使っていかにはしょうがない。すごいよすごいよ、勝った。打力ちょっと不安残るな。コーダ C が気になるから、やっぱそこを上げていく。いやコーダ C は気になるけれども、力上げていくか。パワー練習しとくか。せっかく土井正宏がね、奈良原は使わんでいいんだけどな、別にな。まあ守備だけ固めていって、トレード要因として残しておきましょう。岡沢ら、しかし守備力の向上は望み薄いよさらで、やりやりしてられられれら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 、申し訳ねえ、こんな無理なトレードをしまって。どうだろうね、守備かな。いやまあ今は力をつけていこう。パワーパワー、清宮パワーですね。井出はまあどうだろうな、しっかりでいいや。上田と井出はトレードの駒として出したから、ここは守備をそこそこで。でもオバンドは選球眼 C が気になるんで、ちょっとここだけは。西浦いいよ、総力しかないからな、総力しかないから。こいつは石本は総力しかないから、総力しかないから総力だけ上げていく。いざという時の2軍1人しかいないな、体力のみ。まあ急速かな、見てみましょう。どうしたらも気がしなかったぞ。悪くないぞ、悪くないぞ。目覚ましい成長。金子も、金子の長打が D から C ぐらいになってくれたら、あでもな、選球眼打力上げた方がいいかもしれんな、もしかしたら高打力。小笠原をサードして入れてるから、これ失敗したかなと今すごい後悔してる。小笠原サードっていうイメージ強いからサードにしたけど、全然サード適性ないんだよな、この段階では。ならまだ目覚ましい成長を遂げている、遂げているけど、肩が無駄になるから、コーダ上げた方がいいかもしれんな。ちょっと間違えたかもしれない。野口は素晴らしいな。野口後に阪神に行くよね。ここはまあ特に気にせずに行こう。金村放出っていうのはちょっと失敗したかもしれんなと今。金村だぞ、絶対に許さない。顔も見たくないのね、ヒルマンとの確執のあの金村を。そうか、金村放出するんだから金村投げさしまくればいいじゃねえか。何を甘ったれたこと言ってんだ俺は。金村を投げさしまくって壊れる勢いでなんか金村使えばよかった。おっと清宮がいるいる、早速清宮4番で使っていきましょう。4番清宮、3番オバンド、4番西、6番西浦、7番井出。奈良原か、本当は田中健介使いたいんだけど、守備が団地だな。使えない、これじゃ。よし、見てみよう、見てみよう。
待ちに待ったね、パート4、やっとパート4になって見れる清宮の打席ということでね、まあ今回はちょっと時間も少ないんで試合をたっぷりとというよりは清宮の打線のみだけ、打席のみにね、あの注目してやっていこうかなと思います。今日が2月1日なんですけどね、1日って1でいいよね、1日、うん、1日なんですけども、お小笠原、明日からね、もう日ハムの方はアリゾナのキャンプ地に到着して、早いよ打席終わり、はい終わり、キャンプ地に到着しましてですね、明日2月2日からキャンプがスタートという風になったらしいですね。まあ1日目の着いた日にも多少振り打撃とかしてたみたいですけども、なんかメモ取ったな、どっかにメモ取ったな、うん、2月1日にキャンプインとアリゾナ、ダイヤモンドバックスの施設を今年は使っているらしいですね。去年まではね、パドレスの施設だったらしいですけども、まあ、アリゾナにも結構ねキャンプ地があって、そのキャンプ地の中にもいろいろあるということで、まあ、何でもこのパドレスの、うい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 ということでね、このようなキャンプ地らしいです。大丈夫か、ちょっとこわごわしてるぞ。小笠原の打席どうなるかね、小笠原の打席感で、よし絶対振るな、絶対振るな。小笠原2割8分5厘、25本83打点、お膳立てバッチシ、このバッチシの状況で4番清宮が打席に入るというこの状況、しっくり じっくり見ていこう。この打席後ろなんだよ後ろ姿なんだよ。おお、いいねいいね清宮、いいんじゃないですか。いきなり2点タイムリーをかっ飛ばすと、ホームラン見たいけどね、初ホームラン見れるのかなこの動画でこのシリーズ中でな、もし清シリーズで清宮のシリーズは見れるんでしょうか。まあ置いとこう。キャッチャー小笠原、谷繁、このようなね、ソルトリバーフィールズという2011年にオープンしたこの球場で日ハムはただいま現在、キャンプを行っているということらしいですね。ダイヤモンドバックスの施設は非常にいいということで、なんか言ってましたね。ロッキーズ、パドレスか。パドレスがそんなに良くないっていうのもあんま知らなかった話だけども。なんと12面 ?12?1、2、3、4。メイン合わせたら13面じゃないこれ。もう、ね。グラウンドがあると。もうすごいよね、なんか。規模が。そんなところで練習しろというわけでございますね。他になかったっけ、画像。今後の、今後の日ハムのキャンプの予定ということでね、これも言っていこう。今日キャンプインして、明日から、現地時間、今日キャンプインだけど、多分ね、現地時間2月1日からスタートだけど、おそらく、時差でね、2月2日になるんだと思う。日本ではね。からキャンプインということでね。ここ3月10日に、あ、2月10日に韓国 KT との練習試合、あっ喋ってる間に清宮の第3打席が、まあいいや一瞬ここ見えたんだけどね、反応できなかった、やってしまいましたなってな塩梅で、2月10日にこの練習試合があるんだけど、おそらくこれは出てこないと言われてる。なんでも怪我がね、怪我の様子があまり、まだ練習、まあ打撃練習、まあまあできるんだけど、そんなに良くないってことだよね。そこまで、そんなに悪くないけど、そこまで良くもないっていうか、打撃練習は回避する程度の回復ぶりっていう感じなんでね、ここ出てこないんじゃないかなと。で、2月12日の紅白戦、このあたりに清宮が出てくるんじゃないかなと言われてますね。いくつかの動画を見て判断してます。
どう言いゃいいんだろうな。どうニュースの動画つってもさ、あの北海道とかの情報じゃないとさ意味がなくてさ、うちの方のねニュースとか見ても当然その清宮の情報が入ってくるわけでなし。 YouTube っていいですね、そういう意味ではね。違法にアップロードされているものなんでしょうけれども、それを見て一応情報を伝えていることは伝えるっていうことができますね。ね、まあ、それこの辺り、おここだ、危ない。君の第4打席をねご覧いただこう。さあ、清宮の第4打席は、打席には清宮幸太郎入っております。ピッチャーは、ね、横浜の大エースではないけれども、斎藤隆。後に大リーグにも渡って、そこそこの活躍を収め、楽天にも戻ってきたというね、その斎藤がマウンドに立っております。何しとんねん。うちの黄金ルーキーに何当てとんねん、オープン戦から。オープン戦にデッドボールってひどいよな。ちょっと何ダイソー出してんの。選手交代は監督にはさせませんよ。作戦は監督にはさせていいけど、まずいな。もうこれからの打席で清宮が出てくることはなくなってしまった。まあ、こんな風になっております。まあ、2月12、13、14で来てやっと沖縄に行って、ここからあのまあオープン戦が本格的にスタートって感じですね。焼き付くない時間では3月からオープン戦がスタートなんですけど、現実はちょっとあのその頃よりはシーズンというかオープンキャンプが早まってるっていう感じがしますね、これ見るとね。あと他にあるのはこの画像か。ペペン、ちょっと小さくて見えない。100倍にするか。これが今年のキャンプのメンバーですね。ちょっと意外かなっていうところは、どうかな。見えねえよ、画面が。大丈夫。オープン戦そんなに大事じゃない。斎藤佑樹とかが1軍メンバー、アリゾナ1軍メンバーに入ってんだよね。まあ、今年見ると、日ハムはちょっとピッチャー陣が手薄ではないかなと。外人3人入れたけど。まあ、高梨と、有原ぐらいじゃないか、勝利数が計算できるのはって感じかな。一堀瑞希で、まあキャッチャーで近藤が入ってるのはちょっと不思議ね。あと鶴岡は今年から、復帰という。大野が抜けたのがね、個人的に大野好きだったからね、まあ、中日に行っちゃったけども、まあ鶴岡が復帰というかですね。大島もまたキャッチャーで入ってるけど、大島一軍メンバーなんだね。まあ、杉谷とかレアードとか。まあ、こんな塩梅でございます。そのニュースサイトの情報では見たけども、あ、今回これ優勝したじゃん。優勝やで、何言ってんだ。勝利。清宮が試合に出ようと思ったら、中田翔がファーストなんですよね。だから、中田翔のファースト守備には定評があるから、清宮出るとしたらね、一塁で出るっていうよりは、DH かなって感じもしますけどもね。清宮は現実問題、なかなかシーズン始まったら見れないんじゃないかなってそんなことも思いますけども、最後にとっておきの、はい、動画も流せると思って動画を持ってきたんだけど、ね、ただ一人やらアリゾナキャンプに連れて行かれる清宮、特別扱いされてますね。怪我がね、ちょっと気になるよね。逆に言えば怪我してんだったら一軍キャンプに連れて行かなくていいんじゃないかっていう、そういう。さあ皆さん、清宮はとりあえずアリゾナ一軍キャンプでスタートということですね。まあ、怪我してるんだったら2軍でいいんじゃないかっていう、まあ、そういう声も個人的には聞かれるけども、自分では聞かれるけどもね。あ、これ見るとさ、外野手の中に岡とか入れてない。岡とか連れてってない。岡。太田大将いるな。松本剛。あ、これ内野手だっけ？内野手だっけ？あとは、
まあ、いいや。まあ、こんな感じなんだね。一応、まあ、キャンプの情報と合わせつつ動画上げていこうと思います。どんな実況だよっていうね。どんなゲーム実況だよっていうのもあるんだけど、まあ、ほら、ね、シーズンのそのオープン戦の様子とかってさ、なかなか、ニュース記事とかも昔掘っていくと、一応は知れるんだけど、その時の空気感って残らないじゃん。だから、実況にして、パッケージングして残していこうっていう、それもまたありかななんてことを考えたりしますね。考えております。お、アジアオセアニアに一人誰か獲得し契約できる候補がいる。見とこう。ちょっと清宮シリーズとか言っときながら、あんまり、読み方わからん。門構えに文と書いて門かな。門十筆。この選手もしかしたら獲得もあるかもしれない。もう早いとか、もうこの動画閉じろ。お、万世型 31CACACB144kgCSCBCBCB。 悪くねえな。こいつは取るべきかもしれん。次回の動画で考えます。ということで、まあ、とりあえず一旦ここまでにします。一旦っていうか、もうここでセーブですけどもね。次回また近いうちにね、また来週、下手したら来週ぐらいにまた動画を上げようと思います。やっとね、清宮シリーズスタートという感じなんでね、首を長くして、待っている人なんていないとは思うけれどもね、清宮の成長とともにこの動画をお送りしていただいていかなと思います。ほなまた。